さあどうもこんにちは。まあね、ゾーラの里のサブクエストを完全にクリアしたわけではないんですが、まあゲルドもねちょいちょい見ながら行きましょうということで、よろしくお願いします。で、俺がねサブクエの場所を覚えてるのがここだな。確かこいつはサブクエだったはず。キャリバン。何よあんた、私忙しいんだけど。運命のボーイに思いを届けなきゃいけないっていうのにうろうろされたら気が散ってボトルを投げられないじゃない。あっち行きなさいよ。あ、これ終わったやつか。あ、やったやつだわ。ごめんなさい、嘘です。あ、ここ、これこれこれ、あと4機サーバー、うん、あら、あなたが噂のボーイね。ネハイリア人の場合は考古学って興味あるかしら。こう見えて私は考古学者でね、最近やっとこの石碑を解読したの。ここに記された内容聞きたい？聞きたいよね。あー、じゃあ教えて。そこまで言うなら聞かせてあげる。あ、これか、玉のことかこれ。うん。まずはこっちの左側の石碑にはゲルドを守るし七英雄、その姫ごとを6つの石碑にたくさんって書かれているわ。はあ。そっちは？それであっちの右側の石碑にはギルドを守るし七英雄、七つの力を結びしは真の英雄って書かれてるの。 あなたはハイリア人のボーイだから知らないと思うけど、昔、あ、違う、私たちギルド族ははるか昔から英雄様を信仰してきたの、うん、英雄様はギルド族を守り導いてきた存在だと伝えられているけれど、英雄様について書かれた文献はあまり見つかっていないわ、うん、それに英雄様には謎が多くって、七体7体で祀られていることもあれば1体だけポツリと祀られていることもあって、英雄は1人だけでも実は8人いたのではとも。学者によって様々な意見に分かれてきたわ。うん。失礼。でもこの石碑には真の英雄様の存在が記されている。これだけでもすごい大発見だけど、6機全ての石碑を見つければもっと英雄様のことが分かるはず。それに石碑を探していた時に見つけたこの玉も何か関係があると思うんだよね。それを発表すれば私は考古学会の大スターよ。でもまだこの2機が見つかってないよね。地上にはこんな石碑なかったから絶対この地下のどこかにあるはずなんだけど。ああ、石碑の文章だけでも絵でも何でもいいから見かけられないかな。英雄たちの隠し事。なるほど。なんか、実はこの天井にあると、あ、怪しくねこれ。あ、違うか。この岩がどけれるわけでもない。あ、これじゃん。写真撮っとくか。七英雄にまつわる石碑。あと4つ。違う、あとこれで3つか。なるほど。よいしょ、まとめて見せればいいか。サブクエスト受けながら。ここら辺とかないんかな。ん？ここは恋の学び場、関係者以外は立ち入り禁止よ。でも参加してくれるなら話は別よ。さあどうする？あ、やってみようか。じゃあ参加します。はい、皆さん注目、今日はボーイと一緒に実践レッスンをすることにします。このボーイと楽しくお話ししてみましょう。それじゃあ、ネリッシュちゃん、あなたならできるわ、頑張って。あら、かわいい。ふわっとした顔立ちで素敵ですね。先生。無理です。ボーイの顔直視できません。そんなこと言ってちゃダメよ。大丈夫よ。落ち着いて、今回ここまでにしましょう。でも、まずはその恐怖心をどうにかしないといけないわね。一度でもボーイと向き合ってしっかりお話できれば、慣れるのも早いと思うんだけど。実践こそ全てだろうな。ごめんなさい、驚かせちゃったかしら。でも彼女にとってボーイは絵や人形でしか見たことがない存在なの。顔が隠れてたらまだいいかもしれないけど、目を見て話すってのは早かったかもね。これに懲りずまた話しかけてもらえると嬉しいわ。今回は付き合ってくれてサクサク。顔が隠れてたらいい。顔隠すか。こういうこと？ダメじゃん。いや、ダメじゃん。ふざけんな。ごめんなさい。え、何じゃ顔が隠れるって。ムジュラとか。そろそろ、あ、しっかり反省したが、そろそろ許してやれとお達しが出てる。こんなところに戻ってくるんじゃない。しつこいボーイが嫌われるぞ。ムジュラの仮面だったらいいかな。で、これだったら顔じゃないもんな。よし。恋愛教室参加させてくれや。参加します。はい、皆さん注目、今日はボーイと一緒に実践レッスンをすることにします。同じくだりかな。あ、さあ顔が隠れてるぜ今回は。わ、これならお話できそうです。あ、よかった。私ネリッシュと言います。得意な料理はイチゴクレープです。あら、嬉しい。私好き。いつかボーイに私のクレープを食べてもらうのが夢です。クレープ好きなのよ。はい、そこまで。ちょっとパリパリの方が好きなんだよな。
もちろん生地はしっとりしつつもパリパリしつつぐらいがいい。一般的なしっとり生地よりはちょっとパリッとしてた方が好きかなっていうのがあります。はい、すごいわねリスちゃん。でもあれなんだよな、なんかこうなんだろうね、ちょっと買いにくいんすよね。クレープ好きだけど俺としては自分で作っちゃうな。なんか外で買うの小恥ずかしさがあるから。料理特にスイーツを作れる場合にボーイは弱い。これからも料理の腕をしっかり磨いていってね。 あなたもサクサク恥ずかしがり屋ネリッシュちゃんの不安を和らげるために、顔を隠して歩み寄る優しさ、とっても素敵だったわ。ぜひまた参加してちょうだいね。はい、水飲みます。嘘です、お茶です。特保のジャスミンティー、美味しいですよこれ。さあまた参加できんのかねこれは。うん、はーい、次はお、変わったね。プレスタちゃん、さあちょっといいとこ見せてちょうだい。どうした？え、ん、プレスタちゃん、くっ、あーツンデレね。ダメだ、ケーキ漬けにバーのあれでも飲ま、朝のアラームが鳴っちゃった。ごめんなさい、朝の6時半です。バーのあれでも飲まないと無理だな。大丈夫？無理は良くないから終わりにしましょう。ボーイは頑張る。バーイの姿に胸を打たれるものだけど、頑張ると無理するは別物だから。あら、結構深いことをおっしゃいますね。なるほど、バーのあれね。これに懲りずまた付き合ってもらえると嬉しいわ。今回はサクサク。やってみるか。多分バーに行って、なんかもらえばいいんかな？覚えとこう。で、七賢者。これなんか怪しいよね、やっぱ。まあ、ここじゃないんかな。さあ、とりあえず、石碑も見つけながら。これは別か？別だな。うん。あ、これ石碑じゃん。あ、読み込めないということは、それつまりこれが。よし。わかってるんすわ。こうかな？よし、これであと2機だ。ピッ、覚えとこう。まあここより地下も一応捜索範囲内なのかな。沈黙した象の谷なさそうではあるけど、ここ前来たよな。ある？あそこら辺に。なさそう、なさそう。ここは違うわ多分。よいしょ。一旦外出ようか。いや、地下のね、その、よいしょ。なんていうの、遺跡？あれも探さないといけないんだけど。あと2機か。ちょっと軽く見て、見つかったらいいかなぐらいの気分でやりますか。よいしょ、地下の石碑探し。こっちの右側行ってないんだよ。だから右側探そう。これとかは別だよな。これ別だわ。石碑ね、意外とありそうでなかったり、なさそうであったりするもんだと思ってるんですけど。よいしょ、ないかな。こんにちは。この先は官房だ。いくらお前が我らの町への出入りを許された特別なボーイといえども通すことはできん。どうしても入りたいなら中にいる奴のように表破りになるんだな。あ、掟破りか。本来なら奴のようにボーイはギルドの町に立ち入るだけで罪になる。お前も特別だからといっても我らの風紀を乱すようなことをすると同じ穴のムジラになるぞ。みんな町に戻ったというのにこいつのせいで番を続けなければならんとは。これだからボーイは。いや、その、男に限った話じゃない。その、男だからみんなそうではないけどな。これあれじゃね？ああ、これ。弾だ。これどこ運んだらいいのかな？あのさ、ちょっと気になることあるんで試していいっすか？ぶつけないでよ。かわいい。あった、これ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 。こっちじゃなくて。あれ、どこだっけ？あの、さっきあったやつ。あ、こっちこっちこっち。この先のさ、ここ運んだらどうなんのかなっていうのが、俺の中で熱い。あ、特にないのか。これ、ここに運んだからといって。もしかしたら全部の弾運ぶみたいなのはあるやもしれんが。
うーんだな。あ、ここはダメだ。ここ違うとこ。さっき来たとこ。あれで、あと2機ないぞ。どこ？あ、あ、これっぽい。あ、これだ。あ、なるほど。これは、いい感じに角度を合わせてあげたら、ここら辺か。もうちょっともうちょっと。よし、来た。よし、これでラス1だな。うん。いや、やっぱあれなんだな。街の中にあるんだろうな。ちょっとな、プチ謎解きみたいな要素強めだし。実はこの中にあるとか。あ、ある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 。あるわ。これも仕方ないな。これは、背に腹は変えられん。すみません。反省してます。極悪非道ですよ。ごめんね。よし。ほんで、何かぶろうとしてたんだっけ？ああ、そう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 。はい。これで石碑をゲッチュと。確かに何のためにこの独房があるんかっていう話ではあったしな。話もあったしな。君はいいですね。牢屋の中でも外でも自由に聞きできて。でもここからでも娘のアクレットの姿は毎日見えるんで悪くはないですけどね。問題は妻のペディなんですよね。ゲルドの町の服屋にいるはずなんですけど、ここでは見かけたことがなくて。アクレットなら何か知ってるはずですが、話すこともできないし。いや、元気でいてくれたらそれでいいんですけどね。え、シークレットクラブ？ああ、あったね。いたね、そういや。なんだ、服屋の名前かびっくりした。でも元気そうだったなら良かったです。あ、そうか、そういう店やと思ったんだな。セクシーな。僕がいない分アクレットのために頑張ってくれてるんだと思います。よし、僕もアクレットを見守るぞ。牢屋の中からですけどね。まず出る努力しようぜ。ああ。よし、これで4機集まったな。ご報告しに行こうぜ。はい、4機集まったよ。英雄様の真相に近づくにはあと4機の石碑を見つけないと。どうぞ。え、石碑を見つけたの？早く見せて。はい。1個。ここに書かれてるのは、ゲルドを守るし、七英雄、真偽地、真偽対地、非道、術の力を操る。ああ。これは有名な話ね。でもそれを証明するものは今までなかった。これは大発見よ。残りの責任に書かれてる内容も気になるわ。もしかして他にも持ってるのかしら。はい。ここに書かれてるのは、ゲルドを守るし、七英雄、その力七つの御霊に宿らん。七英雄なき今、もうその力は何かの姿を変えて残っているってこと？見たまってまさか。この玉のことじゃ？ああ、そうなら大変金よ。残りの責任に書かれてる内容も気になるわ。もしかして他にも持ってますよ。右側に映ってるのおもろいな。ここに書かれてるのは、ゲルドを守るし、七英雄、御霊はゲルドの地に眠る。七英雄の魂がゲルドのどこかに隠されているってことよね。ゲルドっつったらもうこの町のことだろうな。伝説とか噂とかじゃなく確実にあるってことが分かっただけでもこれは大発見だわ。残りの責任に書かれている内容も気になる。あります。これでラス1かな？ここに書かれているのは、ゲルドを守るし、七英雄、再び力宿るとき、真の英雄にまみえん。七英雄様に力が戻ると、真の英雄様に会えるってこと？真の英雄ってやっぱり？8人目の英雄様のこと？これいろいろ大発見よ。やったわ。これで全ての責任が明らかになったわ。整理すると、真の英雄とは、七英雄様の真偽地対、真偽対地非道術の力を結ぶ存在で、七英雄に御霊を戻せば、その真の英雄に会えると。そしてその御霊はこのゲルドの地にあるってことかしらね。おそらくだけど、石碑にも似たような絵が描かれているし、この玉が七英雄様の力が宿った御霊なんじゃないかとも思うのよね。実は、地下街の東エリアの奥に七英雄様の像が並んでる場所があるの。あったね。確かあの像は何かを抱えるような形だったし、あそこにこの玉を乗せればもしかして。となると玉はあと6つ必要ってことか。ふふ、いいじゃないいいじゃない。謎が尽きないのが考古学。とことん突き詰めてやるんだから。よかったらあなたも一緒に英雄様の真実を追ってみない？この石碑の解読ができたのもあなたのおかげだし、この玉も自由にしていいわよ。ごめん、読み間違えた。あとこれ。長さん協力してもらったんだし、これぐらいはさせてよね。さあ、まだまだここは謎が残ってそうね。考古学者としての血が騒ぐわ。英雄たちの隠し事。隠し事。私事だらけよ、隠し事。こっちか。ここ左に行った先だな。抱えるってどういうこと？これが赤色のマガタマの形。ん？ああ。
あら、あなたも調査し、ここへ。さっきあなたに渡した玉がここにあるってことは、あなたがここまで運んでくれたのね。やるじゃない、ボーイって頼りになるのね。他の玉もあなたが持ってきてくれたのよね。本当に助かるわ。サクサク大変だったでしょ。せめてお礼させてよね。ん？何？ここへ玉を運んできたってことは、あなたもこの玉が英傑様の御霊だと思ってるのね。私たちの考えが正しければ、この玉を英雄様の像に戻すと何かが起こりはず。この玉を像の手の上に置いてくれないか。分かったこと。赤色、赤色。赤色のこれかな、これだな。あ、あ、乗った乗った。でぴったり。やっぱり形状からしてここそこに弾を置くのは間違いなさそうね。でも一つじゃ変化なしか。となるとやっぱり七英雄様すべてに弾を戻さないとダメみたい。でもこれで真の英雄様の真実に近づいたことは確かよ。これはゲルド史上最大の発見になるかもしれないよね。でもまずは同じような弾を探さないとね。こうなったらパトリシアちゃんのお告げにでも頼ってみようかな。あーなんかね、パトリシアちゃんのお告げに座標を教えてくれるのがあったのよ。この座標に行きなさいみたいな。あれ俺あったっけな、なんかどっかで前写真撮った気がすんだよ、パトリシアちゃん。ないかな。おお、あったあった、これこれこれ。3888マイナス、ん？マイナス3888マイナス2972-0033。あーこれだろうな。3888行ってみるか。じゃあマイナス3888、388829、あーだこうだ。まあこの縦列か。ん？あ、下とか33っつってたよね。あ、じゃあここよりは上だわ。あら、あ、これって1個目の玉のことかな、もしかしたら。そうかもしれん。うん、多分1個目の玉のことだわ。ないもんな。でも結構大変じゃね、これ探すの。うわ、やばいな。一旦じゃあパトリシアちゃんにフルーツあげます。こんにちは。リンク、砂漠の秘宝は見つかったか。砂上の剣士が指し示す先、その地の下に秘宝は眠る。剣士像はこの砂漠に無数にあるからな。地道に追っていくしかないか。そうだな。よいしょ。俺が裏でやってた時にあったんだけどね。金のリンゴとかでいいか。あ、食べた食べた。いいよ、ガンガン食べちゃって。あ、水飲みでのお告げはあなたの進むべき場所。あ、ごめんなさい、金のリンゴじゃダメなんですね。水飲みね、わかったわかった。はい、あげるよ。そう、3781、3781-2900、3781-2900、3781、3781、結構東じゃね？結構東じゃねえや、結構、どっち側？ごめん、疎くてわからん。37、3781、37、37？こっちか。77、37、37、378。え、外じゃん。781。ここか。で、2900だよな。3781、2900。あ、違う、こっちだ。え、外じゃない？ 2900 がもうちょっとこっちか。はい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 。これ今右下のマップ見てるんですけど。2900。あ、ここだ。ここの3781。
378123900。おっ、よいしょ。ここか。ここの2900。なんかすげえむずくね、これ。こっちか。はい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 。あ、ここか。おお、あった。これひたすら大変だな。よいしょ。いや別に水飲み上げるのはなんだ苦労しないんだけど、運ぶのがな大変だわ。しかもこのゲルドの町が結構斜めに配置されてるから、座標をやりにくい。まあ一旦これ裏でやっとこうかな、俺が。うん、よいしょ。もういいよ、いちいちイベント挟まなくて。勝手にやっとくからね。どれだ、これか。はい、よし、ビタハマリと。じゃあ他のクエストやるか、一旦。